皆さんこんにちは。今回は販売中商品のご紹介です。日本ハム陸上自衛隊戦闘糧食モデル防災食トリと根菜の旨煮。日本ハムが自衛隊に納入している戦闘糧食を一般向けにマイナーチェンジして商品化。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。戦闘糧食とは自衛隊が訓練や災害派遣活動時などに携行する食料のこと。鶏胸肉とごぼう、レンコン、椎茸を醤油ベースの味付けで仕上げたもの。賞味期限は製造から5年6ヶ月。常温で長期保存 OK。 温め不要で袋から出してそのまま食べることもできます。模型パドック販売価格は540円税込み。さていかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。今回は日本ハム陸上自衛隊戦闘糧食モデル防災食トリと根菜の旨煮のご紹介でした。ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。